はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はですね、私のバッグの中身をご紹介していこうと思います。で、普段使っているバッグと、あとは仕事とかで使っているバッグもあるんですけど、今回はですね、普段使っているバッグの方をご紹介していこうかなと思います。あんまりね、私荷物、普段の荷物って多分少ない方だと思うんですよ。なので、あんまりちょっと参考にはならないかなとは思うんですけれども、ご紹介していこうかなと思います。で、今使っているバッグなんですけれども、こちらのリュックですね、黒のタイプのリュックを使っています。で、こちらですね、ガストンルーガというショップのリュックになります。で、すごいね、可愛いんですよね。大きさがガストンルーガさんっていっぱいあって、北欧生まれのブランドっていうことで、旅行だったりに使う、こう大きいねリュックとかをメインに多分取り扱ってるのかなと思うんですけれども、普段ね、私たちこう買い物して歩ったりとかするのに、この大きさすごいちょうどいいです。で、これはですね、ガストンルーガのパーランというタイプのリュックなんですけれども、カラーはね、こちらの方に載せておきます。で、これよりももうワンサイズね、ちっちゃいサイズもあって、すごい迷ったんですよ。私多分ね、そのちっちゃいサイズでも荷物間に合うかなと思ったんですけど、こちらをね、選んでみました。で、これね、すごい収納力もあるんですね。で、これ背中側なんですけど、ここにね、一つポケットがあるんですよ。ここに、あ、ちょっとなんか入ってる、レシートですね、レシート。ここにね、一つポケットがあって、ここのポケットも何に使うのかな。私ここのポケットまだ使ったことないんですけど、後ろに一つポケットがあって、で、手前にはね、ここに二つポケットがあるんですけど、ここにはこっちね、片っぽのポケットには私がいつも使っているポケット Wi-Fi ですね。ポケット Wi-Fi のこれをね、持ち歩ってます。で、こっち側は、中、こうね、リュックだと、結局中に、なんていうの?このティッシュとかハンカチって入れちゃうと、こう、いざ手洗った時に出すの、ここめんどくさいじゃないですか。なので、このポケットの、外ポケットにね、入れています。で、ちょっとね、女子力ほぼほぼないんですけど、このティッシュ、ポケットティッシュ、可愛げないですよね。ごめんなさい。これポケットティッシュと、あとは、よいしょ。こちらね、フランフランのハンカチですね。これを持ち歩いています。これはね、もらったんですね。確かね。もらったやつです。フランフランのハンカチ。これすごい可愛いです。こんな感じでね、お花がここにあって、ピンクなんですよ。で、ちょっとタオル地になってるので、このハンカチはね、すごい使いやすいです。はい。こんな感じのね。ハンカチを持ち歩いています。で、これね、外ポケットは以上ですね。で、ここをね、ここをパコッと開けると、ここにこう締められる紐がね、ついてるんですよね。こんな感じで、で、中がね、すんごい可愛いの。これちょっとこんな感じのね、ボルドーのね、で、ちゃんとね、こういうロゴがみたいなのがこう入ってて、で、ここにはタグですね。ガストンルーガのタグがあります。で、ここね、ペリペリってなってるマジックテープでポケットが一つあるんですよね。で、ここのポケットには、はい、コムサのキーケースですね。こんな感じのキーケースを入れてます。で、このキーケースについてるのが、車の鍵と、あと、車のエンジンスターターですね。それと、あと、お家の鍵と、あと、会社の机の鍵を入れてます。で、これね、可愛くないですか?この、これね、18、これ私の誕生日の日にちなんですけど、これね、うちの実家のね、お母さんにもらったんですよね。お土産。お土産でもらったやつです。これを、このキーケースにつけて持ち歩いています。で、もう一つこのポケットに入れてるのが、このウェットティッシュですね。で、これはアルコールが配合されているウェットティッシュになります。
これね、私仕事のバッグにもサイズちょっとちっちゃいやつを入れてたり、あと車にはこの大きいタイプのやつを入れてたりするんですけど、これはね、このリュックにちょうどいい大きさだったのでこれを入れています。はい。で、ここのいよいよメインですよね。メインのこのこっち側、ここにはよいしょ、はい、スマホ。これは会社のスマホです。一応お客様から連絡が来たりするのは、私これプライベートのね、自分の iPhone で撮影してるんですけど、自分の iPhone に来るパターンとこっちの会社用のスマホに来るパターンもあるので、これも一応持ち歩いています。で、会社のあのうちの営業所のとかの LINE とかで連絡が来るのはこっちに来るので、これもね一応持ち歩いています。はい。で、あとは、はい、これですね。これダイソーかセリアかどっかで買ったクリアポーチ、これセリアかなのクリアポーチを持ち歩いています。で、このクリアポーチの中身は、はい、お化粧直しに使う綿棒ですね。黒綿棒を持ち歩いてますね。で、このシナモちゃんの整理袋に入れて持ち歩いています。こんな感じでね、入れてます。で、あと先日ねご紹介したダイソーさんのこの鏡、これすんごい可愛いです。この鏡と、あとは、はい、これですね、レブロンの、これなんだっけ、レブロンのキスグローリップオイルですね。リップで、これね、ティントなんですよ。で、今マスクつけるじゃないですか。で、マスクつけるので、このねティントってすごいいいんですよね。落ちない、あ、なかなかね落ちないので。で、こんな感じのねカラー、これはね赤系ピンク系ですかね。で、このねレブロンのキスシリーズはね、私大好きで、もっとね数増やそうと思ったんですけど、もうちょっとねカラーな書いてないな、カラーリップカラー、これかな、008番かな、な感じでね、リップティントリップと、あとはいつも使ってる、ちょっと汚いんですけど、マキアージュのパウダーファンデーション、これはちょっとねこの辺が油になってきたら、この辺をねちょっと抑えたりするのに使うので持ち歩いていますね。これをこのねポーチに入れて持ち歩いてます。で、荷物、このねお化粧直し系の荷物って人それぞれかなと思うんですけど、私は多分ね少ない方かなと思いますね。こんな感じですごいコンパクトに持ち歩いています。で、バッグがちっちゃくなると、あのファンデーションとか持ち歩かないです。もうこのリップだけ、ティントリップだけをあのバッグのポケットにポンと入れて、ちっちゃい斜め掛けのバッグとかは持ち歩いちゃいますね。はい。で、続いてがこちらになります。これはあのこれも100均ですよね。これね、うちにあったやつなんですけど、この中には一応ねこのメモ帳で、ちょっと大きめのメモ帳を持ち歩くようにしてます。バーッと書けるので、メモ帳と、あとはこれすごい可愛いんですけど、これね猫ちゃんの修正テープなんですよ。くるっとやると修正テープなんですね。これは白と黒が1つ2個入りで100円だったかな。これはねダイソーだったかなと思います。こんな感じので、あとはボールペンですね。こんな感じのボールペン、これもねユニコーンのボールペンを持ち歩いています。はい。で、これね、あの普通に出歩くのになんでこの大きいメモ帳必要なのかというと、仕事柄ですよね、きっと。あの休み中もやっぱりお客様からの連絡っていうのは、基本的には私は受けるタイプなんですよ。電話とかかかってきたら受けるタイプなんですよね。で、なんでかっていうと、やっぱり急ぎの用事ってあるかなって思うんですよ。あのちょっとねこう入院したんだけどとか、あとはあのまあそれこそ新しい保険にねこう変えたいとかっていう人だったりって、いろんな用事でかけてくるので、住所変更とかもね、電話番号の変更とかもそうなんですけど、結構いっぱいかかってきたりするんですよ。
なのでこの大きさのメモ帳っていうのはやっぱり私には必要なのかなと思ってこれを持ち歩いています。でたまたまね今日はこの方眼のねメモ帳を入れてるんですけど違うやつだったりっていう時もありますね。で基本的にはでもこのセットかなと思います。はい、で続いてがですねこれ最後かな、私本当に荷物少なくてごめんなさい。で最後はですねお財布になりますね。ちょっとちゃんと閉じておけっていう感じですね。はい、お財布でこれはコーチのお財布かな。はい、で私ね基本長財布しか持ち歩かないです。なんでかっていうとすごいカード多い人なんですよ私。カード多いしあと領収書とレシート両方こう保管して持ち歩ってたりするのでこの大きさじゃないとやっぱりね対応しきれなくなっちゃいました。で私昔から長財布しか持たなくて、で昔ね10年以上前、20年ぐらい前、どんなに前なんだろう、私がね16年くらい前かな、20歳ぐらいの時にヴィトンで発売されてた長財布、わかる人いますかね、こうパチンパチンってこう 3面ぐらいになるやつがあったんですけど、ちょっと今でも発売されてんのかな、使ったんですけどね使いづらくて、でこのタイプこうガッと全部がこう開くタイプのお財布がやっぱり一番使いやすかったんですよ。でこの中はある程度仕分けはしてあるんですけど、すんごい自分がねすごい分かりやすいようには仕分けはしてあります多分。でメインで使うカードポイントカード類ですね。これはねマキアージュのカードケース、これすぐ使いやすくてこれに入れてます。でここのポケット、ここにポケットがあって、ここのポケットにはまあコープだったり、あとはスポーツ用品店とかブックオフとかの準レギュラー的なねカードが入ってます。でこっちにはこれね3つポケットがあるんですけど、これは和音ですね。これねすごいですよね、平泉の和音。なんかたまたまねレジのおばちゃんに任せたらこれにされました。はい、これとあとは皆さんお約束の7個ですよね、7個と、あとねこれ出番ないんですけど、なんかカード作ったらこれも一緒についてきたんですよね、クイックペイ。これ使ってますかね皆さん。多分ねネットの方で使って、携帯の方でねカード登録かかってるので多分そっちでね使ってるのかなと思うんですけど、一応ねこれも持ち歩いてますね。でここにね間にファスナーが一つあって、ここにもねカードを入れています。この中は私が行っているマッサージのポイントカードですねだったり、あとここあんまり入ってないな、なんか松木用がここに紛れ込んでましたね。であとはね私がねいつもご愛用しているはいヘアサロンですね。私が行ってるヘアサロンはねピクシーヘアって言って、オーナーさんが一人で経営されている美容室なんですよ。でそこのオーナーさんがねすごいこう私の髪を分かってくれて、でやりたい色とかカラーとかも伝えるともうバチッと私に合うカラーでやってくれたりするんですね。で私ちょっと前までこれ宿毛かけてるんですけど、これかけるちょっと前まではパーマかけてたんですよ。でそこをデジパー使ってないんですけど、普通のパーマなんですけど、デジパーみたいにこうカールがうまくこう、ま、小手巻きしたようなねカールを出してくれるパーマをやってくれたりだとか、言ったことを私が伝えたことを全てやってくれる美容室に初めて出会いました。なのでここはねちょっとお高いんですけどリピートさせてもらってる美容室ですね。であとは資生堂のねイオンの中にある資生堂のカードこれをまあ分かりやすいようにひとまとめにしてここのね間に入れていますね。こんな感じで入れて持ち歩いています。でこれは財布にね
入れて今私は持ち歩いてるんですけど、まあ別にしててもこう外ポケットとかに入れてても全然いいかなと思うんですけど、まあ7個とかはね、私基本的にはその時にしかチャージして使わないので、まあ入ってても端数分なんですよ。で多く入れて使わないのでね。で基本的に私が使っているあのなんていうのアプリ、まあ PayPay は使ってるんですけど、 PayPay がほとんどかな。 PayPay にクレジットカードを登録していて、そこから使ってるっていう感じですね。なので現金払いで使うっていうのはほぼほぼ今はないです。ほとんどクレジットに切り替えてますね。ただやっぱり何かあった時に必要なので現金も一応ねお財布には入れてはいますけど、本当に少ないですね。そんなにね多くを入れないようにしています。でこれはねすごいポケットがポケットっていうかねここがいっぱいあるので、ね仕事で使った時仕事でね買った領収書だったりレシートも一箇所で、あとはYouTube 関係でお買い物をした時の領収書レシート一箇所で、あとは完璧にもう家計っていうプライベート家計で使う、まあ、日用品だったり食料品だったりっていうところのレシートに一箇所っていうような感じで全部ね区分けしています。でさらに医療費のレシート領収書だったりっていうのもここに一箇所設けるようにしていますね。である程度貯まったら分けるんですけど、その日のうちにね本当はやらなきゃいけないんですけど、なかなかできないんですよ私下手っぴで。ダメなんですよね。で結構ねやっぱなんていうのすごい量になったりして、もうねお財布もそろそろね交換の時期なんですよね。こう収納がいっぱいあって、なんていうのある程度いっぱいカードが入って使いやすいお財布を今探してるんですけど、なかなか自分一人でも探せなくて、一応メルカリとか、あとほらペイペイフリマでしたっけとかでこういろんな形を探して、であとは正規店でね買うみたいな感じにしようかなと思って、今すんごい探してるんですよね、漁ってる。なかなかね見つけられないです。でこの荷物を、はい、こちらのねリュックに入れて持ち歩いています。で私がねちょっとリュックを背負っている画像をねちょっとここに出しますね。はいはい、こんな感じの姿でねいつもリュックを使っています。でこちらのガストンルーガさんのショップもねリンクに貼っておきます。で15% オフになる割引のコード、割引のコードも概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひですね私とお揃いのリュックを欲しいっていう方はですね、そちらのクーポンコードを持ってガストンルーガさんのサイトに行ってみてください。いろんなねリュックがあります。でこれカラーもね3カラーぐらいあるので、私は全部黒で選んだんですけど、これ黒もねすごい素敵です。はい、で結構作りもねしっかりしてるリュックなのでぜひぜひおすすめです。はい、であとはですね概要欄の方に一応すべてね記載事項は貼っておくので、そちらの方を確認していただいてお買い物していただければなと思います。はい、今日は私がね使っているリュックとあとはバッグの中身ですね、そちらのご紹介をさせてもらいました。はい、いつもとねちょっと違う感じの動画だったんですけれども、楽しんでいただけたでしょうか。はい、今日はこれで終わりになります。今日も楽しかったよって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた、あ、コメントもお待ちしております。はい、でそれではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。